今日のゲストはアメリカのメリーランド州在住で国際結婚相談所を経営されている松本直子さんです。直子さんは日本に住んでいた20代の頃、国際結婚を夢見ていましたが、当時国際結婚を取り扱っている結婚相談所がなかなかなかったため、ご自分で開こうと決意されたそうです。以来20年以上、外国人パートナーとの結婚を実現するためのサポートをされています。その後、理想通り国際結婚されてアメリカに移住されました。直子さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。直子さんの、国際結婚を開かれたっていう経緯がすごく、相談所を開かれたっていう経緯がすごく面白くて、はい、ちょっと今日は楽しみにしてたんですけれども、はい、まず、直子さんをご存じない方のために自己紹介をお願いできますでしょうか。はい。国際結婚の幸せプロデューサー、松本直子と申します。1999年に国際結婚相談所というのを港区南青山にすごい開きました。一応表参道ということで。すごい。でもね、なんで表参道かっていうと、私インターネットが、こうなんか流行り出した時、黎明期だったんですけど、なんかこのインターネットを使って何かをやりたいって思ってたんですよ。でもインターネットって何だか分かんなかったんですよ。その時期。まだ携帯電話とかも、スマホとかもない時代で、なんかとにかくこれをやるか死ぬかみたいな感じだと思ったんですね。これを制しなければ、この先多分困ることになるっていう感が働いたので、インターネットって何だろうみたいなのを教えてくれる人を探してたんです。これ何？教えて教えて教えてみたいな。そして、その時に出会った、同じ会社にいた方のお兄さんがやってるよって言われて、で、そこをノックして、こう、なんか、弟子にしてください、みたいな感じで、手弁当で教えてもらいに行ったんですね。だってその時、インターネットスクールみたいなのってないんですよ、その時代には。もう何年ぐらいの話ですか、これ。私が20代なんで、1990年の真ん中辺ぐらいですかね。そっか、Windows とかも出たのも。Windows、全然 Windows の前ですよ。88とか、わかりますよ。8898。フロッピーディスクこんなでっかくて内輪になっちゃうぐらいの時代です。その世代にインターネットに興味があった、うん。高校の時に、ベーシックっていう、高校の数学の授業で、初めて私たちの代から、ベーシックの勉強が始まりますって、高校の数学で先生が取り入れた第1年目だったんですよ。で、数学取るか家庭科取るか、女子は、選べますって言われたときに、いや、絶対ベーシックでしょって思って、で、うちの、パソコンを、父がそういうの好きなんで、家に88があったんですね。どうにか触りたいと思って。面白いですね。探求心で始めました。その時にインターネットを使って何かしようって思ったんですか？そうなんですよ。なんか、その頃ってもう、今みたいに、ポンって押せばすぐに出る時代じゃなくて、電話回線で、ウィーン、ウィーンってなんか、ずっと待たないと、何にも出てこない時代だったんですけど、もう、1台パソコン買うのに、アップルコンピューターでも30万近く、あの時代で30万近くしたから、もうなんか、それでも、これは投資だと思って、とにかく、これをなんとか、知りたいと思った。この、キュリオシティっていうか、それだけですね。そうなんですね。それでインターネットを始めて、そこが結婚相談所につながったんですか？それがですね、その手弁当で行った、宮田さんという方なんですけど、その人が、ロシア人女性と日本人男性のマッチングビジネスをインターネットでやっていたんですよ。なるほど。たまたまその人がやってたんで、で、教わりながら、じゃあ、直子さんね、アメリカやってみたらって言われたんで、じゃあやりますみたいな感じで、すごい感じなんですね。うん。面白いですね。でもその男性、その人ね、宮田さんという方が、もう世界80カ国以上を旅をして、いろんな国の人とコミュニケーションしてたっていう話を毎日聞かせてたんで、ずっと日本に行っちゃダメだってその時思ったんですね。胃の中の蛙になってしまう。世界を見たいっていうふうに思って、で、そっから私もいろんな国に、
一人で、まあ、バックパックではないんですけど、安旅みたいなので、結構何十カ国、20カ国ぐらいは行ったかな。うん、スキューバダイビングをやったりとか、あと、エベレストの山に登ってみたりとか。いいですね。そうそう、いろんなことを、なんか、とにかくやってみたいとか、外を見てみたいっていう感じで、そんな感じで自分のインターネットビジネスをスタートして、その宮田さんの影響を受けていろんな国の人と対話を始めた時期と、インターネットを触り始めた時期が私のこの仕事のスタートになりました、ね、じゃあ最初からインターネットでもやってたってことですか？あ、そうですね、結婚相談所はもう本当インターネットを使って何かをしたいっていうことで、宮田さんのビジネスを自分向けに、女性向けにアレンジして始めたのがきっかけです。じゃあ外国のアメリカ人の男性っていうのは当時インターネットを通してこう来るわけですか？そうですよ、もちろん、すごいですね。でもその頃ってあんまりやってる人がいなかったんで、広告とか特に出さなくても、うん、ウェブサイト立ち上げただけですっごい問い合わせが来ちゃったんですよ。で、私全然英語できなかったんで、もう読めないし書けないし、もうどうしたらいいか分かんなくて、なんかそれなのに毎日英語とかで文がわーってきちゃうから、だからもうで、ノバに行きましたね、とりあえずね。ノバに行って、なんか英語なんとかしなきゃなみたいな感じ。初めてから、あ、そうなんですよ。もう先にやっとけって感じなんですけど、そうなるとは思わなかったんで、それでもうこれはやばいと思ったんで、この仕事をなんとかするために留学を始めたんです。それが35歳の時、留学してちゃんと英語勉強しなきゃって思って腰を据えてと思って。あ、それがアメリカに来られたんですか？そうなんです、それがアメリカに来た理由なんです。まだ独身だったんですけどね、その時は。じゃあその当時始めた頃ってアメリカでもそんなにインターネットそんなに広まってなかったですよね、当時。多分アメリカの方が広まってたと思うんですけど、日本よりも先なんで。留学来たのが1997年だったんですけど、その時でもまだなんかインターネットの速度まだ遅かったんで。あ、まだ遅かった。でも多分大学とかではどんどん、まあ西海岸とかね。そうですね。まあ普通に使ってましたけど、なんか私コンピュータラボで働いてたんですけど。あ、そうなんですか。なんかラッキーですね、それは。そうそう。で、絶対に、なんか共有じゃないですか、コンピュータラボのパソコンって。あ、そうですね。で、絶対にもう、その共有をしないロシア人の男の生徒がいたんですけど、どれだけ他の人とシェアしろって言ってもしてくれないんですよ。ね、で、自分がいないときはなんか使わせないように、なんか電源落としていったりとかするんですけど、何なんだろうって、なんかみんなで、ね、ある時すごいリサーチしてたら、彼なんかそのコンピューターで結婚相談所やってたんですよ。ああ、そうなんですか。そう、マッチングやってて、ロシア人の女性と。まあ、お小遣い稼ぎができればいいと思う。びっくりさ、びっくりしました。うん、でもなんかそういう感じで始められたんですね。そうなんですよ。うんうんうん。じゃあ、アメリカに英語、語学留学ですか？英語学びに。語学留学です。全然できなかったんだけど、で、ESL っていうんですか。もう本当に初歩の初歩、作文も書けなかったし、発音とかも全然ダメだったし、もう本当に初歩のクラスを何回も受けましたね。全然英語できなかったんで。じゃあそれまでお仕事はなんか誰かに通訳とかしてもらってたの？どうやってしてたんですか？もうそれを日本でやってた仕事をそのままアメリカにラップトップ持ってきて、アメリカでも仕事はしながら、学校行きながら。読むことはできたみたいな感じなんですか？読むことはできたけど、ウェブサイト作るのは誰か、知り合いの方に、英語とかを、まあ、人は英語だったみたいで、お客様に直そうかとか言ってもらったりとか、すみません、こんなウェブサイトでみたいな感じです。その結婚相談所だからマッチング自体は直子さんがされるんですか？そうです、その頃はもう一人でやってました。まあそんなにすごいたくさんっていう感じじゃないので、お客様、女性のお客様と男性のお客様でマッチングみたいな感じ。なんかこの人とこの人が合いそうだなみたいな感じなんですか？そうですね。
で、じゃあ当時だったら男の人が日本に来てくれるとかそういうことなんですか？会いにとか。そうです。うちは男性が日本に来るっていうことをコミットした人しかやってなかったですね、あの頃はね。今はCOVID-19 になってからはもう男性が行けないので、今はズームお見合いをメインにしていて、で女性が男性を訪問することが今主流になってます。ああそうなんですね。あとはアメリカ国内で完結するか日本国内で完結するかっていう選択肢を私たちも迫られてるんで、早く開国すればいいなとは思ってるんですけど、あそうですよね、ビザの関係とかもありますしね。そうなんですよ、いけないですね、皆さん、だから女性がハワイに来てハワイで会うとか、そういうことで、女性の方の負荷が高くなってしまって本当に申し訳ないんですけど、でもそれでも来る方はどんどん来てるんで、成婚されてる方はたくさんいらっしゃいます。じゃあ日本人女性で男性の方が外国、アメリカ人なんですか？そうですね、日本人女性と外国人男性、世界中の男性、それから駐在さんで来てる方とか日本人の方からの問い合わせも結構増えてきてます。そういうことなんですね、はい、面白いですね。なんかそれでじゃあ何人かと会うんですか？一人？もう結婚なんで、オンラインデートと違うのは、オンラインデートっていうのは結婚じゃない人たちも含まれてるんですよ、うん、だけど結婚相談所って結婚したい人しかいないので、意外にね、何人かご紹介して割と早い段階で決断される方って多いんです。なので割と3ヶ月で決まるとかそういうこと多いです。難しいのはやっぱり条件がたくさんある方なんで。じゃあその男の人っていうのはなんかもともと日本に興味がある人とか、どう？そうですそうです、日本に興味のある方がほぼ、日本語を勉強してるとか日本の文化が好きだとか、あとミリタリーの方で日本に駐在されてた方っていうのは、日本がやっぱり日本に住みたいとか将来的に日本に行きたいなっていう人たちもいらっしゃいます。あと漫画とかアニメの影響とかで日本が好きっていう方も増えてきてますね、若い方は。そうなんですね、うん、じゃ結婚したら大体男性の方に行くんですか皆さん、それとも日本に？今はそうですね、海外に住む。なぜかというと日本で外国人ができる仕事ってほとんどないんですよ。それで女性が高収入を期待されてもそれは無理な話じゃないですか、だからアメリカの方が全然貨幣価値も今は高くなってるんで、年収1000万2000万っていうのは普通にいらっしゃいますし、日本よりも年収のレベルが全然高いから、日本に住みたいっていう、ね、女性の方、例えばドクターとか学校の先生だとか日本ベースでもうそこを離れたら資格がなくなってしまうっていう方々は、日本にいる外国人男性を紹介してくださいっていう要望も結構あるんですけども、だったらあなたが彼のファイナンシャルをサポートできますかっていうところが肝なんですね。それができないとか、いや私より稼いでる人っていうくくりで言うんだったら日本に男性呼び寄せるのすごく難しいですよっていう話はしています。なるほど、そうなんですね。そっか、すごい限られてきません、ね、職種が外国人の男性だったら、なんか結構日本に系とかテック系とか、あとはそうですね、日本に住みたいという男性はかなり難しいと思います。そうなんですね、女性の方で寛容性がないと、私はドクター、女医さんなんで、家もあるし、お金もあるし、あなたが来てくれるんだったら、住むところはありますよとか、そんなに一生懸命働かなくても生活ぐらいはできますよみたいな、それでも来てほしいっていう方だったら、これまでに成婚されたケース何件もあります。メディカル系の方が多いです、女性の場合。そうなんですね。はい。じゃあ、なおこさんご自身は、最初からメリーランド州に行かれたんですか？私ね、留学はラスベガスに留学しました。友達がいたんでそうラスベガスに行って、でその後ロサンゼルスに引っ越して、でロサンゼルスで、結婚相談所はやってたんですけど、やっぱり留学生なんであんまりできないんですね、堂々とは。それで看護師の、あの頃看護師の資格を取ればアメリカにいていい、すごいショーテージだったんで、あの頃は看護師さんが。
で、じゃあ、人に言われて、看護師の資格、直子さん取ったらって言われて、あ、じゃあやります、みたいな感じで、看護師の勉強をしてたんですよ、ロサンゼルスでは。でも、すっごい難しくて、で、ドロップアウトしてしまうんですね。夏休みとかに、いっぱい教科詰め込んで、できなくて。それで、全部やめて、もうダメだと思って。で、夏休みに友達の家に遊びに来ればって、やることなくなっちゃったんで、遊びに来ればって言われたんで、遊びに行ったら、そこにいたのがうちの主人だったんですね。すごい。そう。で、そこで、夏休みデートとかいろいろして、あ、この人だったらいいかなと思って、それでもう秋には結婚して、メリーランドに引っ越した。あ、旦那さんがもともとメリーランドの方だったんですか？そうなんですよ。で、うちの主人も一旗揚げにロサンゼルスに来てたんだけど、まあもういいやと思って、なんかうまくいかなくて。それで、じゃあ、ご両親がね、帰ってこいって言われてたんで、ちょうど帰ってきた時に、便乗して一緒に帰ってきて結婚しました、みたいな感じで。そうなんですね。はい。なんか一旗あげに来た同士で意気投合したみたいな。そうなんです。一旗、そのね、志がうまくいかずに、じゃあもうやり直そうって感じで。すごい、ね、運命的な出会いですね、もうそれ。そうなんですね。まあ、あんまりなんか、こう、運命っていうか、なんかこう、見えない力に引っ張られたっていう感じはしますね。なるほど。それで、メリーランドで、また、ビジネスをずっと続けて。そうですね。もう結婚したんで、ちゃんと会社を登記できたんですね。学生の時って、会社作ろうと思っても、誰も信じてくれなくて、どうやって作ったらいいかも分かんなかったんですけど、まあ、結婚して基盤ができて、ちゃんと税金が納められるみたいなことですぐに会社を作って、それで、そこからもう本格的にガンガンやり始めて、で、そうですね、子供が生まれたのが2009年なので、その2010年ぐらいからロサンゼルス、ニューヨーク、シンガポールっていう感じで婚活パーティーをしに、外回りをしに行ったりとかして、子供こんなちっちゃくて大変なんですけど、子供も机の上に寝かせておっぱいあげながら仕事するみたいな、こんな感じでずっとやってました。もう出産する時の病院にまでパソコン持ち込んで仕事してました。あ、すごいですね。もう何やってんだみたいな感じだったんですけど、でもそれだけ仕事も好きだったし、子供が欲しい。一人でされてたんですか？あ、その頃はまだ一人ですね。すごいですね。うん、その結婚パーティーっていうのはなんか日本とかいろんなところから人がバーってやってきて、そうなんですよ、お見合いするみたいな。そうなんですよ。あ、なるほど。シンガポールとかすごかったですよ。なんかもうバーベキューパーティーやったりとかして、2日間で100人以上来たかな。すごいあとね、ニューヨークでイベントやった時もバーベキューとかやったんですけど、2日間に分けて、もうなんか日本からも来るし、近隣の例えばコネチカットとか DC とかペンシルベニアとか、もうなんかいろんな人たちがそこにわーって来て、あ、なんかみんな出会いを求めてるんだなっていうのがすごく分かって、何かね、またいろんなアイデアも出てきて。あ、なるほど。やっぱ動くと分かることってありますよね。家の中にいると世界が狭いんですけど、地球のいろんなところにニーズがあるなみたいな。あ、なるほど。それはすごく肌で感じました。面白いですね、それ。じゃあアメリカに実際住んでみて、なんか何これみたいなのとか、なんかすごい面白いとか、または大変だったこととかありますか？あ、そうですね。アメリカに住んで、まあ、びっくりしたっていうか、私ね、最初ね、マッチメーカーで、人に聞かれた時に何やってるんですかって言った時に、マッチメーカーって答えられなかったんですよ。なんかこう、まあ別にいかがわしくないですけど、なんか堂々とこれをやってますみたいなことが言えなくて、でも結婚してこっちの人たちと交流するようになって、アメリカ人のなんかそのママ友とか、あと子供の関係で人に会ったりとか、ビジネス関係の人たちと会ったりとかした時に、それであなたは何やってるんですかって聞かれた時に、マッチメーカーですって最初は小声で言ってたんですけど、え、何それ、すごいじゃない、え、私の彼も探してとか、もうそのなんかそういう風に、え、あなたすごいとかって褒めてもらえることがすごく嬉しくて、
て、なんかそれから、あ、堂々と言っていいんだっていうことが分かって、で、皆さん、こっちの人たちって、専業主婦っていうのがありえないんですよね。うん、アメリカ特に、日本人でも仕事をみんなされてるし、あと、やっぱり、あなたは何者ですかっていうアイデンティティが仕事に紐付けられてることが多いから、これをやってますっていうことを大きな声で言えるんだってことがすごい発見だったし、言った方がいいんだっていう。で、言うとまた、あ、こんな人いるわよとか、紹介してもらえたりとか、うん、独身の男性を、うちの息子をどうにかしてくれとか、相談されたりとか。なんかそういうつながりがあったりしてすごく面白いなと思いました。あ、なるほど。そうですね、ちょっとなんか日本よりもこう何してるのっていうのをすごい言う機会がめちゃくちゃ多いですよね。ありますよね、うん、誰かの奥さんとかじゃなくて、うんうん、何々をしている人っていう、うんうん、そういう独立した自分っていうのを持った方がここの国は暮らしやすいと思います、うんうん。じゃあ、たくさんの国際結婚カップルを見てきたと思うんですけど、はい、なんかその国際結婚をしたいと思ってる人に、なんか気をつけた方がいいこととか、何か日本の結婚と違うこと、何でもいいんですけど、そういうのがあったら教えていただけますか？そうですね。一番違うのは何かな？日本の常識を持ち込む人ってすごく多いんですよ。それが他の国では常識じゃないかもしれないと疑わないと、うん、そこでなんかこう押しつぶされちゃうっていうか、うん、例えばでしょ、まあ本当はいけ、私はそれは嫌なんだけど、時間を守るっていうことはまあ日本ではもう絶対じゃないですか、うん、だけど車社会だと多少遅れたとしてもなあなあすごく寛容だったりとか、例えばメキシコ人の方なんかもう 2,3 時間とか普通だったりとかするから、うん、そこにいちいちこう目くじら立てて怒り浸透してたりすると逆にエネルギーがもったいないから、あの人はこういう人なんだって理解して接した方が自分にとって楽だったりとかもするんで、うん、もう時間は守らねばならないものっていうのはまあビジネス上では当然だとは思いますけれども、なんかそこでガチガチに日本の常識のまま来ちゃうとポキッて折れちゃうこともあるので、うん、それは気をつけた方がいいですね。あとはね、察してもらいたいっていう人たちがすごく多いんですけど、口で言わないとこっちの男性って何だか分かんないですね。なんで怒ってんだ彼女はみたいな、それはこれこれこういうことがあって私は悲しいとか、私はすごく傷ついたとか、だからこうしてちょうだいっていうところまでをはっきり言わないと相手には全く通じないですね。うん、そこをなんか察してくれるだろうって思って待ってる女性がすごく多いので、うん、あとは自己主張をした方がいいですね。例えばデートに行った時にこれが食べたいっていうのをはっきり言わないで、あなたと同じものでいいですとか、お腹空いてるのにずっと我慢してたりとか、すごいお腹空いた食べようとか、この店に行こうとかって言っちゃっていいのに、もうずっと受け身で待ってるみたいな人たちが多かったりとか、それで後から、人全然気が利かなかったんですよって、もう後出しじゃんけんって言われても、いや、あなたが食べたかったら食べたいもの言わないとダメですよって、あと私も自分でやっちゃうんですけど、なんか値段が高いものとかを遠慮して頼まないとか、頼んでいいって言ってるのに頼まないとか、そういうのってありますよね、なんかこう日本人的な。うん、あ、そうなんですね、うん、なんかでも分かるような、でもあれですよね、なんかそもそも男女差で普通に結婚してもそういうのあるじゃないですか。はい。でしかもバックグラウンド全然文化的に違うっていうのと、あと移住してくるんだったらもうそこがなんか自分のホームグラウンドじゃないって、なんかトリプルパンチみたいな感じですよね。はい、そうですね、それは結構適用するのが、そう、やっぱフレキシブルな人じゃないと、そうそう、柔軟性がないとすごく辛いかもしれない。そうなんですね。うん、直子さん自身はそういうのは別に何かなかったんですか？あ、そうですね、私もね、その結婚相談所を始めた時に、その宮田さんという方が世界中に友達がいて、
でオフィスに世界中から訪ねてくるわけですよ。でそのフレキシビリティを宮田さんから事前に学んでいたので、あのよかったなって、多分あそこで宮田さんに会ってなければ自分もガチガチの常識的な日本人だったし、ハメ外せなかったし、相手の違う文化を理解できなかったかもしれないだけど、そこで私あの日本にいたんですけど、その南青山の基地にはもう本当にロシアからアメリカから中国から韓国から、その宮田さんの世界中の友達がいっぱい訪ねてきてたんですね。なのでそこがあったんで免疫が高くなってたかもしれない。なんかでもアメリカの中でも、なんか例えば私の夫はマサチューセッツ出身でカリフォルニアに移住してきたんですけど、はい、その全然違う、マサチューセッツとカリフォルニアも全然人も違うし、なんかもう違うかもしれない、慣習とかも違うんで、はい、あのカリフォルニアからマサチューセッツとかに帰ったらなんかすっごい文句言うんですよなんでカリフォルニアなんだで、なんかハワイにもうちあるんですけど、なんかハワイでなんかサービスとかコントラクターとか来てもらうと、あの絶対に時間通りに来ないのが普通、来ないハワイだもんって、そうでも絶対来ないからって分かってるのにやっぱ文句言ってるんですよ。なんか国の中でもそこまで違うから、そうですね、それもありますね。あとは政治的なイデオロギーで考え方が真逆じゃないですか、この国って。そこで多分あのコンフリクトってあると思うんですよね、あの考え方が全然違うから。ああそっか、でもなんか日本人の場合はそのなんていうんですかね、政治的になんかそこまでこう政治にこだわりのない人がいるから、そう政治はいいっていうか、あの介入したくないっていう人ももちろん多いですよね。でもこっちの人ってもう政治のことでもうプロレスぐらいもう殴る蹴るぐらいな、あのものすごい凄まじいじゃないですか、思想が違うから。だからそれ目の当たりにして、なんか参加しなくてもいいけども、でも理解はした方がいいかなとは思います。宗教的なこととかも、そう宗教ね、あの日本の宗教観全然違うから、あの宗教観のない人を紹介してくださいっていう要望すごく多いんですけど、いやみんな宗教観あるからこっちの人はって言っても分かんないんですよね、日本人的に。 ありますよね、宗教観。あのその人がそんな信仰してなくても、その家族とか、そう家族とかが、あのいろんな行事があったりとかして、クリスマスがあったりない宗教があったりとか、住所はまた住所で違う食べ物の、ね、これはダメあれはダメみたいなのがあったりとか、そういうのに、まあ、日本人はまず理解することから始めないと厳しいですよね。確かにそうですね、ちょっとなんか相手によって気を使って話す内容とか変えないといけないですよね、そうですよね、本当本当。なんかこう人種の違いとかもみんなすごい気を使ったりしますよね、生きながら、そうそう。でなんか日本にいた頃はこうアメリカ人ってすごいフレンドリーですごいダイレクトに何でも話すのかなみたいに思ってたら、すんごい気使いますよね、気使いますよね、コミュニティ建前があってあるある、ちょっとなんかそれも結構びっくりしましたね。じゃあ今度はご自身のことについてお聞きしたいんですけど、はい、今まで何かブレイクスルーみたいなのがあって、何かが起こってそれの前と後ではすごい考え方変わったとか、何か新しい発見があったみたいなのってありますか？あります、あります。私ね20代の頃ね本当に無知だったんですよ、まあ、学校で教えないっていうのもあるんですけども、あの人に騙されたことがあって、でお金が、お金のことを全然知らなかったんで、あの、まあ、ちょっといろいろあって、あのまあ、お金の勉強しようって思った時期があったんです、20代の時で。その時に金持ち父さん貧乏父さんって、まあ、事業者の方は結構みんなさん読んでらっしゃいますけど、あれ読んだ時にえーって思ったんです。わかる、ゆりさんもね、あのお金のね事業をされてますよね。でなんかあの本当に、まあ、本当に目から鱗じゃないけれども、お金の勉強しようって思ったのが金持ち父さん貧乏父さんの頃です。それから株とかで、その頃にね、私ね、あの金持ち父さん貧乏父さんに今土地を買えとか不動産買えとか株やれとかそういうこと書いてあるじゃないですか。で、あのラットレースを抜けるっていうその流れがあって、でやっぱりアメリカって、まあ、今ファイヤーとか言いますけど、ラットレース抜けてる人もいっぱい
ぱいいるし、うん、まあ、お客様の中でもね、そういう不動産をされてる方っていうのはもう本当に細かいお金とかもうどうでもよくって、もう自由に生きてる方すごくたくさんいらっしゃるじゃないですか、うん、でもやっぱり日本を見るとそこまでね、まあ、NISA とか始まってますけど、なんか株の運用とか不動産っていうのが一般的な人たちがあまり手を出してないっていう状況があるので、なんかまあ意識的にまたこれから変わっていくのかなと思うんですけど、私もでもね、あの金持ち父さん貧乏父さんを読んだ時に、私本当その時お金がなかったんで、どうしたらいいんだろうって思って、そっから株とかを始めて株の勉強もしたし、経済のことをまず勉強したし、世界のことを知らなきゃいけないって思ったんですね。で、会社経営っていうのも私も本当に会社を経営しようなんて思ったことがなかったので、もう成り行きでそうなっちゃったんですけど、もうその会計のこととか、もうなんか学ぶことがもう毎日毎日わーっと来て、一つ一つ整理しながらやるんですけど、で不動産っていうのを私そんな不動産が買えるなんて思ってなかったんですね、20代の頃、その金持ち父さん貧乏父さん。でもなんか買えるんじゃないか、買ってみたいって思ったんですよ。でラスベガスに来た時にちょうどサブプライムの前で2005年とかで、ピークですね、どん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 価格が上がってって時代だったんです、はい、私がラスベガスに行った時に。で私あの不動産見るのが好きだったので、見に行って内見とかして、あ素敵だな、こんなの買えたらいいなっていう、こうイマジネーション、お金がなかったんで見てね。であのその時に買えなかったんですけど、ある時サブプライム来てドーンって下がったじゃないですか、下がってましたよねラスベガス。その時に私もうなけなしのお金っていうか、もう母とか父とかに相談して、あの生前贈与をいただいて、それで買えたんですよ、すっごい安く、うん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 、でね今ねその家がもう3倍4倍ぐらいの価格になってる。うーん、で私も本当にあの時もうどん底でお金なくて、お金のこと何も無知で知らなくて、どうしたら巻き返せるんだこの人生って思ったんですけど、でもやっぱりイメージして勉強して目標を決めてまっすぐそこに向かっていったら、あできるんだって思ったんですよね。ああ、うん、なるほど、あそうだったんですね。すごいどん底だったんですよ、もうどうしようもないぐらい、うん、何にも貯金もなかったし、うん、でも今はなんかそのノウハウみたいなことを、まあ、ゆりさんそれが専門だと思うんですけど、教えてくださる方がいるし、あそういっぱいいますよね、すごいね、うん、勉強をした方がいいと思ったんですよね、そうそう、あのしないよりしな、うん、した方がいい、そうですよね、絶対そうです。あの本出た時はそういうことを言ってる人がすっごい少なかったんですよね、うん、なんか衝撃的でしたよねあれ、衝撃的でした。あとチャリティーしろって、そのあの貯金箱3つ用意して、あの自分がなんかそのいろんな支払いをする貯金箱と、将来貯めるための貯金箱と、あとチャリティー、お金がなくてもちゃんと3つに分けてチャリティーをしろっていう、社会に還元しろっていうのが、その考え方がすごいって思ったんですよ。なんかあ自分のためだけじゃないんだっていう、世界全体が良くなっていくためにもうお金ができてからじゃダメなんだっていう、お金がない時にその気持ちをずっと持っていないと、もうわずかな1ドルだっていいわけじゃないですか、うん、もうそれを人のために使うっていう、そのアメリカ的なその考え方がなんかすっごいびっくりしたんですよね。あ、うん、あそうそう、私もあの本を読んで、うん、月々5000円だか2500円だかで、うん、あの世界の子供のフォスターペアレントになれるっていうのあるじゃないですか。あるある。あれなんか多分20代の学生かなんかだったんですけど、それ始めて。ああすごい。そしたらなんかその子がどんどん大きくなっていくみたいな。うん、うん、なんかそんなすごい影響を。嬉しいんですよね。そういうなんかね、うん、誰かのために何かができるって自分のためだけじゃないっていうことが分かってできて実行するっていうことが、なんかこう人として成長するなっていう感じはしますね。なるほど、ありがとうございます。じゃあこれからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいですか？はい、私あの国際結婚っていう
その次の人生、今まで生きた人生の中で結婚っていう一つの大きなポイントとなると思うんですけども、そこで海外に行ってみたいとか、何か違う世界で今までとは違うキャリアを築きたいとか、なんかそういう人たちの、なんか特に女性なんですけど、女性にいろんなチャンスがあったらいいなっていうのが自分の中の理念にあって、ただ海外に出た瞬間に日本であった資格とかが全部なくなっちゃったりとか、そこに不安を覚える人たちってたくさんいると思うんですね。で、実はでも海外に出たら出たでもっとすごい可能性があるっていうことを知ってほしいし、結婚がゴールではなくて、結婚を踏み台にしてでも何かその海外で自分の予想もしなかった自分の力っていうのを発揮してもらいたいなっていうのがあるんですね。で、私マッチメーカーっていう仕事をしていて、今チーム5人でやってるんですけれども、オーストラリアとミネソタとメリーランド州に仲間がいて、でそのチームで世界で手をつないでね、何かやってみたい、マッチメーカーはもちろんそうなんですけど、マッチメーカーをやってみたいっていう人たちをつないで行きたいなっていう、グローバルに結婚相談所とか、あと婚活コーチみたいなのってあるじゃないですか。そのオンラインデートを今すごく流行ってるけれども、そこでやっぱり悩んでる方々っていうのを使いながら悩んでる方っていうのもいると思うんですね。で、そういう人たちを助けてるコーチの方とかも、やっぱり恋愛コーチみたいなことでやってらっしゃる方がネット上にたくさんいらっしゃるなっていうのも最近感じるんで、まあそういう方たちともなんかこう連携したりとか、あとは女性のためになんかその女性が素敵になるなんかメイクアップとかダイエットとか、そういうことをサポートされてる方っていうのも世界中にいらっしゃって、でやっぱり世界でできるじゃないですか。別に日本を拠点にしなくたって、世界にいろんな日本人たちもいるし、日本人だけじゃなくていろんなね、そういう女性のキャリアアップとか魅力をアップするような人たちをなんかこうつないでいけたらいいなっていうのが次のステップなんです、いいですね、私にとっても。それはなんかすごくそういうことをしたい人いっぱいいますよね、きっと ね他の人と一緒に。なんかこうね、皆さんとどこかでつながれたらいいなって思っています。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今モヤモヤしてる人にアドバイスがあったら教えてください。はい、それね、私ねちょっとこの本を紹介したいなと思って。実は見えますかね、問題は解決するなって。っていう問題は解決するな。問題って問題だって思っちゃうと、まあ、イシューから始めろとかいう本とかもありますけども、問題をなんか大変なこととかどうにかしなきゃいけないっていう風に思うと辛いじゃないですか。なんとかせねばならないみたいな。だけど問題ってギフトなんだって思ったら、問題があることによって自分がその中でこう成長できると思うんですよ。だから、あ、これは問題かもしれないと思ったら、逆にラッキーと思って、そこで学ぶべきことは何だろうっていうことをじーっと観察して、こう内見っていうか、その自分の中を見て、自分の能力をどこまでこう対応できるのかとか、何かこうチャレンジ逆にできていいんじゃないかなっていう、面白いさをそこから見出してほしいし、この本にはそういったことが書かれていて、私友達からこれ教えてもらってすごくいい本だったので、まだね、もしよかったら手に取ってみてほしいなって思うんですけど、問題は解決するなという本です。うん、面白い。この帯に書いて、はい、帯なんですかね。この下に書いてある、はい、起きていることを味わい尽くすと問題は消えるって本当にその通りですよね。そうなんですよ。本当。この感覚ってね、本当に山を越えた人たちはみんな体験してると思うんですよね。あ、そうそう、それで味わい尽くさないとまた同じ問題が、そうなんですよ、同じことが起こるんですよ。面白いですね。結婚だとね、もう離婚の問題とか、誰かの浮気、ご主人様の浮気とかで悩んでる方とかいっぱいいると思うんですけど、そこでなんか学ぶ、まあね、辛いと思いますよ、辛さをその乗り越えた時に先に何かがあるわけで、放棄せずにその問題を味わうっていうのが、まさにまさに本当にその通りだと思います。うん、ありがとうございます。なんかいつもその、はい、コーチングでもそういうことをやってるんですよ。ああ、なるほどなるほど、うんうん、ね。人の手を借りるっていうのも手ですよね。自分の中でこう完了しちゃうと、こう家にこもってしまうけれども、誰かから、ね、コーチにつけてもらったりとか、
アイディアをもらえるし、すごくいい方法だと思います。うん、なんかトレーナーとかも私ね、ジム行ってるんですけど、うん、トレーナーとかをつけると、自分のわからないところまで教えてもらえたりとかするので、でね、うん、やっぱり人の手を借りてっていうのは素晴らしいことかなって思います。うんうんうん、そうですね、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、今日のお話を聞いていて、直子さんの結婚相談所に興味があるとか、フォローしてみたいという方がいらっしゃったら、どちらに行けばいいでしょうか。ウェブサイトは、ちょっとトラディショナルジャパニーズマッチメーカー .jp ってちょっと長いので、少し短くして、東京の T、ジャパンの J、マッチメイキングの M、tjm.life と検索っていうか、まあ、打ち込んでもらえれば、私たちの、サイトにたどり着くので、tjm みたいな感じ。tjm.life。life。そうです。life って入れてもらえれば、私たちのページにたどり着くことができます。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、これ、ショーノートにリンクを貼っておきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、直子さん、今日はお忙しい中、ありがとうございます。お忙しい中、ありがとうございました。はい。